どうも、狛江の串野です。どうも、坂口トラックです。ということで、おすすめのラジオ回、おすすめラジオ回、僕たち狛江犬の遠吠えという、スタンド FM で、はい、ラジオもやっておりまして、うんうん、その中のおすすめ回を、うん、2人のトップ3ランキング、自分の好きな好きなおすすめ回、はい、トップ3を、なるほど、発表してね、遠吠えさせてもらおうと行かせていただきます。いうことですね。じゃあまず坂口から行きますか。お、俺から。坂口のまず3位。早速行っていいですか。早速どうぞ。ね。うん。第3位はですね。第3位、はい。シャープ 2.75 回。シャープ 2.75 回。お前の2人の遠吠え。あのね、まあ、中身としましては、ちょうどね、劇場メンバーに。まあ、2.75 回の説明から行こう。いや、それ後でしようと思って。あ、あんのよ。ああ、もちろん。2.75 回なんですけれども。はいはいはい。まずこれ劇場に上がった時なんですよね。うん、上がりたて。そう、上がり、上がりたてで2022年の9月とかかな。うん、はいはい、それより前がやっぱり、なんやろ、まあいろんな話してるんやけど、一気にここら辺から芸人としての活動が増えていったりとか、それがまあ明らかに分かる感じ、勢いに乗ってると。ほんで、まあ気になった方もいらっしゃると思うんですけど、シャープ 2.75、 おかしいですね。確かに。まあ、シャープ2の次はシャープ3になるはず。でこれちなみに言うと、シャープ2の後、シャープ 2.5 もあって、で、シャープ 2.75 になってる。あれ？なんで？これね、実はね、シャープ3で、俺の大親友、ユビオがゲストとして出るはずやった。ユビオ。はい。TikToker のな。TikToker のユビオ。指パッチンパッチンさすユビオな。はい。で、まあ一応、事務所が違うんで、はいはいはい、ユビオを出すとなった時に、うん、マネージャーさんに、ちょっと他事務所の方を出しますと言いました、うん、はいはい。でまあまあ言われたから、細かい、吉本も細かいからね、闇営業とかいろいろあったから、うん、ちょっとあの属性チェックしないとダメです、仕事相手とは。指輪さんの属性チェックをしたいんで、うん、まあプロフィールもろもろ書いて提出してください、うんうん、って言われて、さっきに指輪とスタイフは取ってたんやけど、うん、属性調査待ちで、うん、なかなか更新できなかったんですよ。そうでしたね。で、引き伸ばして引き伸ばして、シャープ 2.5、シャープ 2.75 と。うんうんうん。で、結局、指輪は、うん、属性調査の結果が、うん、来ないままで終わってしまって、うん、反射疑惑があるまま、シャープ3、シャープ4と、うん、指輪が出ずに、コメルの遠吠えが続いていくという。だから、幻の3回があったってことですね。そう。で、幻の3回を載せたくて、もうその間、うん、だほんまはさっき撮ってんねんけれども、はいはい、それを載せれへんから変な感じで、うん、あのシャープ 2.5 シャープ 2.7 だから指輪がもうだから、じゃあ俺らもラジオで、うん、まだ指輪のねちょっと許可が下りてないので、そうこれを 2.5 とさせてくださいみたいな、せっか反射の可能性あるんですよ、はっはっは言ったら、結局指輪がその属性チェック終わらんままという。吉本もやっぱ忙しい、忙しいから、こんな狛江のラジオの指輪の素性を調べてる暇はないと、勝手に指輪出してくれと、多分ね、はい、忙しい、ほんまは全然指輪そんなんじゃないけれども、もう何も言わんと出したらよかったな。だからね、指輪を頭で、うん、あのシャープさんですけどもって言ってたの、指輪と取った回で、うん、だからそのそれを出せないから、うん、それを出すまでは 2.5、2.75 みたいな感じで区切っちゃったという、うんうんうん、ややこしい回なんですけども、でも内容としては劇場に上がったりとかね、はい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 、すごい濃い、一個自分らのなんかステップが上に上がった回になって、なんとなくこう劇場の人らとも喋るようになってきたみたいな話もしたぐらいかな、うん、そう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 、はい。じゃあそれ3位で、これ僕の3位で、はい、はい、じゃあ僕の第3位は、はい、シャープ3、シャープ3、診療への遠吠え。診療への遠吠え。これです。おお、なんで？これはだから診療という僕らのね、木の琴羅亮をすごいこうフューチャーされたね、うんうん、こうライブがあったんですよね。あったあった。でも配信チケット1万枚。うん。まあ、同期ばっかりが出て、その中の主役が亮で。まあ、言うたら喧嘩するみたいな。ニューヨークさんを MC において、亮の、うん、ヤバさとか暴いていくみたいなドキュメンタリーライブみたいな。うんうんうん、これ1万枚って売れたんですけど、うん、僕らがちょうど活動する前に、うん、その事件が起こって、はいはいはい、ライブにする経緯となった事件があって、うん、なので僕らは2022年の9月からなので、うん、それ間に合わへんからね、診療、うん、でやっぱ同期たちがさ、うん、もう言うたらもう先輩とかからも、もう診療見たでとか、そうそうそう、うん、とかもうおもろかったなお前とかも言われてんのを見て、うんうん、それで出れなかった悔しさをこのシャープ3で
まあお互いがね、お互いで俺だけかな、俺だけがこうもう、はい、矢継ぎ早に文句言ってってる回、これほんま僕は結構面白かった、うん、自分で聞いてもいい感じだったなと。ああなるほどね、いい感じだった、まあそのいいんじゃないですかと。だからほんま俺は診療見てないから珍しいね、マジで串野が診療に対していろいろ言ってるだけの動画に、まあまあわけわからん人おったらわけわからんかもしれへんけど、でもお笑いのファンの人やったら一回は診療聞いたことあるんじゃない。ああ、ね、耳にはしたことある、うん、あると思う。ざっくりなんとなく内容を知ってる人もいるかもなんで、で多分最近僕らを知ってくれた人は、うん、まあ、僕らがその出られなかった当時の心境みたいなのをね、うん、これ多分知らん、まあ知らん人もおると思うんで、ほんま悔しい気持ちで上がったからね、診療に出れない悔しい気持ちをバネに、うん、見てないけれども、うん、やっぱ配信1万枚売れてるから、うん、それいくらかは言えないけども、それなりにギャラもあったわけですよ。まあまあね、やっぱ悔しいと、まあまあ、で24期イコールあれになってたもんな。あ、そう、それがそう、それが一番悔しかった、それがそう、マジ、うん、ギャラとかは二の次、正直、うんうん、でサムネ見てもらったら分かると思うけど、うん、その診療のライブの最後集合写真に、うん、釧路が加工で、うん、赤いバッテンをつけてます。アンフェアみたいに。アンフェア、懐かしい、篠原涼子のアンフェアなのは誰か、懐かしい、やらせていただきました。こちらですね、アンフェア、はい、じゃあトラック第2位お願いします。はい、はい、第2位はですね、はい、シャープ特別会、うん、M1 結果直後生配信、いや俺これ嫌やわ、です、これやめてほしい。俺はね、俺めっちゃキモいねんな、これ、これいや、これなんで釧路がキモいかと言いますと、まあ、俺も別に否定してくれるんじゃないよ。俺も別にキモい。だから、キモいじゃないねん。キモいかける。キモいかけるキモいやからキモいじゃないねん。お前とんでもないの紹介してくれたな。これあの M1 の、一昨年の M1 やね。だ組んですぐの M1 の。そう、うん。3回戦の結果発表があって、それを2人で杉並の公演で聞いたんですよ。うん。で、もう結果直後にね。そう。ちょっと、やっぱり受けてる側、俺ら、やってる側としては受かってほしい気持ち、受かってるやろって気持ちの方がそれは強い、うん、それは誰でもやと思う、うん、で結果パッと見たらまあ通ってなかったと、うん、でやっぱ落胆の気持ちもあり、うん、ほんまなんかもっと俺らできたなみたいな、うん、練習とか、うん、まあネタ考えるとかで、まあ、ちゃんと落ち込んで、うん、これよしと、この落ち込みを今のもんだけにせんように、うん、スタイフで生配信しようって言って、うんうん、公園でそのまま生配信やってます、うん、はい、そうですね、なマジでこうリアルなあれ、リアルキモかったな、でもあれ、でも何言ってたやろ、何言ってたやろって言ってるやん、いやでも悔しいことを伝えるために、いや頑張らなあかんなほんまみたいな、いやみたいな、まあ、それは無責任やって、でなんかほんまでも同期を蹴落とすとかじゃなく、うん、ほんま金魚番長が行かなくてよかったなみたいな話とかもして、いやでもそれ蹴落とすとかじゃなく、もうライバルとしてそのこっからも戦えるっていう、よくない面持ちかもな、それは。お前聞いてないんかいこれ。俺、ね、これキモいねん、俺なんか毎回だけ聞いてん俺、ええー、めっちゃキモかったよ俺が、まあええか、俺キモいか、いや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 、まあこれキモいかけるキモいやから、キモい、そうなんやねんそれ、一回無視したのに、マイナスかけるマイナスはプラスやから、キモいかけるキモいがめっちゃキモいやろ。まあそれ2位、はい、これが2位ですかね。内容とかは一切全部覚えてないけど、内容覚えてない。おすすめ会ちゃうがな、ほな。でもこのなんていうか、こんな日の狛犬あるんだっていう、あるやろそんなもん、一面が見れると思う、なんぼでもあるやろそんな、なんかもういいわ、ほんまおふざけゼロ、おふざけ1か2ぐらいあったかもしれんけど、おふざけゼロは言うけど、ふざけてんのを1か2以下では表さんやろあんまり、でもかなり真剣な会、そうやったっていうね、うん、俺なんか最初がキモすぎてもう聞いてないのよな正直、どんな感じの入り、なんかもうやばかった、ピュードーンとか言ってた俺が。じゃあでもほんま落ちてすぐやからな、あれおげー、聞いてそのリアクションしろよ。え、ちょっと待って、流すなって今最初の最初だけ、もうええってややこしなるやろ、もうややこしなるで時間も取るのに、やばいやん、もうやがる、落ちて狂ってる、これキモいね、マジでやらんかったよかった、落ちましたね、でもキー、ドーン、ピンポン、ピンポン、第2位ですか、俺の、お、第2位、俺の第2位は、これや、正直な、これ2位つけがたいな、
あ、なんか悩んでる。俺2個あるわ。あ、まあ2個ともでも、2個ともでも。2、はい、シャープ13。シャープ13。いちごいくとと遠吠え。あ、これね。か、か、シャープ34。飛んだね。はい。大久保公園からユタボンに遠吠え。これですわ。あ、どんな内容やったっけ。ね、俺もその全部ちゃんと覚えてないんだけど、うん、僕らのネタの、うん、まあ、いつもよくやってるネタの方のね、うんうんうん、フォーマットがあって、はいはい、それの一部分をコーナーで募集したんですよね。ああ、はいはい、多分初めてそれが、募集してから一発目のラジオを行くと、うん、なぜかそのゲストが来た時にそれぶつけたんやけど、行くととの話もまあまあ別に面白かったと思うんだけど、うん、そのコーナーで来たコーナー、そのネタメールがもうなんかそのどう考えても俺らのネタをその意図を理解してないような内容が来て、はいはいはい、これ俺らのネタのなんていうのかな、その意味分かってるんかなってめっちゃ心配になった回むちゃくちゃすぎて。あ、来たあれが、なんとかやがな、なんでなんとかやねん、何々何やねんやでみたいなとこを募集したんかな、うんうんうん、ただその来たやつが、いやこれはね、全然その思んないとかそんなんじゃなくて、うんうんうん、来たのはありがたいんやけど、うん、ほんまちょっと意味わからへん内容のがいっぱい来て、あー確かにあったな、その時期あったあった、そうそう、それをね何個か紹介してるんで、でしかも、うん、それを募集して、まあだから大失敗とは言わんけれども、うん、みんな意味分かってんのかなみたいなったけど、うん、あの企画その後4回ぐらい続いたの、うん、そう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 、でそっからちょこちょこ面白くなってって、だんだんね、そう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 、あのハガキ職人みたいなのがなんか送ってくれるようになって、そうやね、ちょっと面白くなったけど、そんな最初は確かにな。じゃあもうシャープいくらは、シャープ34、シャープ34は大久保公園からユタボンに遠吠え。ああ、大久保公園からユタボンに。ユタボンにハマってる時期あったな。僕、ユタボンにハマってた時期のラジオです。それだけです。別に、僕のこと好きな人は聞いてください。ユタボンマットを歌ったりしてたもんな。はい、本当に僕のこと好きな人だけ聞いてください。僕の第1位。第1位。ドゥルル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 じゃあ、もういい説明が、これはですね、俺らがラジオサボりすぎて4分だけ撮ったラジオやろ、お前が説明するんかい、ええやんけ、ほんまに頑張らなあかんなっていう意気込みちょ、もうええって、なんかもう片手まで撮りすぎて、うん、なんか普通に電車通ってる音とか入ってるっていう、じゃあずっと休んでてラジオをね、急にね、最近も休んでたね、最近も休んでないけど、でき始まった頃も結構ずっと休んで、これだってシャープ11やろ、シャープ11でも撮らなあかんなってなって6分だけ適当に店撮ったやつやろ、これがね、これが1位なわけないやん、ちゃうってほんまのおすすめ会用意した俺アホみたいやん、お前のおすすめ会、お前のというか、うん、自分が一番喋りたいこと喋ってる会なだけ、ええやんけ別に、それでもユタボン会、それはよさやろ、2位って何、1位何、待って当てれるかも、あ、俺1位全然、全然この感じやったら、じゃあ出て、ユタボンの次にいっぱい喋ってたことやろ、クシロ、じゃあ俺がいっぱい喋ったやつじゃないって、もう一回時間ないから、ダイエット会、違う、第1位、はい、シャープ50、うん、お笑いに遠吠え、ゲストエヴァー佐々木さん、これでございますよ、これマジでよかった、これマジでよかったやろ、ほんまに深い話した、ほなこれ1位やろお前なんで6分のやつが1位や、これマジでよかった、これマジでよかった、その動画内でも言って、うん、ラジオ内でも言ってんねんけど、うん、佐々木さんがずーっと俺をいじって終わる1時間かなってなんとなく思ってたんやけど、はいはいはい、結構しっかりね、まだ敗者復活戦というか準決勝に行く前のエヴァースさん、うん、その年はその去年やねんけど、うん、に割とこうなんかこの神保町でのカーストとかじゃないけど、はいはいはい、なんとなくのこう、この人はこういう感じの路線やな、うん、この人はこういう感じの路線やなみたいなのを割と真剣に佐々木さんが喋ってくれて、ほんまに売れ方の話とかね、うん、自分らをどう見せるんかとかね、それは別に佐々木さんもその人間というかその佐々木さんがそういう人じゃないから、うん、別に俺らにこうした方がいいでとかでもなく、うん、佐々木さんなりの思ってるなんかなんやろな考え方みたいなのをこうたっぷり1時間聞いたっていう、うん、ほんまに芸人が聞いても、うん、普通にお客さんとして来てはる方が聞いても、うん、めっちゃなんていうかな満足度の高い、うん、ラジオやと思う。いやこれはねいいよ、すごい本当に聞いてほしい、うん、で思ってることが違ったら違ったでちゃんとなんか多分一番再生されてるかも、それ言ってくれた人とかもいたしな、俺はこう思う私はこう思うみたいな、うん、それぐらい
人に反論というか批判とかもいっぱいあった、評判も良かった回かな、覚えてる範囲では。まあ他にもね面白い回、面白い回あったん、あったのはあったっすけど、うんうんうん、まあ俺らのこの個人的なやつで言うとそれかな。確かに、はい、ぜひ聞いてください、ぜひ聞いてください、はい、ということでラジオおすすめ回でした。ありがとうございました。ありがとうございました。